はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、天皇誕生日でね、まあ、祝日なんですけどもね、小学生の長男はね、祝日でも学童で見てもらえるのでね、本来ならば家にいないはずなんですけどもね、まあ、今日はねリビングでねゆっくりしております。というのもね、うちの長男ね、帯状疱疹になってしまいました。もうね、めっちゃかわいそうでね、まあ、僕もね、その去年の6月にね、帯状疱疹になりましてね、大変苦しめられたのがね、すごく記憶に新しいのでね、その息子の気持ちがね、痛いほどわかりますし、もう変われるもんならね、変わってやりたいんですよ、本当にね。もうこれが親の気持ちっていうもんですよね。僕がね、その2年前にね、もうすぐ3年ですけどもね、白血病が発症した時もですね、僕の親もね、もう同じ気持ちになってくれたんでしょうかね。でもね、あの苦しみをね、変わってもらおうとはね、思わないですね。逆にね、申し訳ないですしね、もう親がね、今あの体力でね、耐えきれるとは思えないので、あんな苦しみはね、ほんまにね、僕だけで十分ですわ。まあ、話を戻しますね。で、そんな帯状疱疹なんですけどもね、その長男と僕とのね、その出方がね、こう違うんですよ。長男はね、ちょうどまあ5日前ぐらいにね、その左の腰骨のお腹側ってね、ちょっと前側っていうのがね、赤く腫れ出してきて、でそれが次第にね、こう広範囲に広がってきて、もう今はね、おへその下までね、出てきてました。で、3日前ぐらいからそこが全部ね、水ぶくれになってしまってて、もう同時にね、表面にね、そう痛みが出てきて、まあ、徐々にこうそれが激しくなってきてですね、もう服に触れるだけでね、こう叫ぶぐらいになってます。ほんで週が明けたね、やっと昨日のね、月曜日にね、皮膚科に行ってですね、やっぱりその帯状疱疹ですよとね、診断されました。皮膚に出てる症状がね、まあ、僕と同じような感じだったので、予想はね、まあ、的中しましたね。で、一方僕もね、まあ、最終的には左側なんですけども、最初は右足首で、体の内部からね、こうドンドンドンと激痛が始まってですね、ほんで1週間経ってからかな、痛みが、まあ、さほど治まらないまま赤く腫れ出して、でそのまま次は左の膝の中にね、すごい内部から痛みがドーンドーンと出てきて、で側面に、骨の出っ張ってるとこあるじゃないですか、膝のね、そこの出っ張ってる部分に赤い発疹ができてきて、で次第にそれが広範囲に広がってきて、水ぶくれになって、で、まあ、右は部分的にやったんですけども、最終的には左のもう腰から、後ろの腰からね、その足のつま先までね、水ぶくれがブワーッと出てきてね、でそれからもほんで内部からの鈍痛もすごいひどくてね、もう夜も眠れずにですよ、もう布団からこう抜け出してね、もうこのフローリングでね、もう足がつった時のようにですよ、のた打ち回るほどね、なってしまって、まあ、でも今はね、おかげさまで、まあ、皮膚表面にしびれが残っていますけども、といった感じでね、その長男と僕とではね、その帯状疱疹の、ね、発症の順番っていうのがね、同じではありませんでした。まあ、長男の方はベーシックな発症の仕方といいますかね、医学書通りの発症やったんですけども、僕の場合はその原因が白血病のね、骨髄移植が絡んでいるので、まあ、そもそもの特殊な状態からの発症なので、まあ、度合いも違ってくるんかなと思います。そもそもの帯状疱疹というのはですね、まあ、体のね、その左右どちらかの一方にピリピリとか刺すような痛みとかね、でこれに続いてですね、赤い斑点とね、小さな水ぶくれがプププって出てきて、それが帯状に現れる病気なんですよ。で、この状態に由来して帯状疱疹という、ね、名前が付けられました。その帯状疱疹はね、その体の中に潜んでいる、ね、そのヘルペスウイルスというのがあるんですけど、ね、それの一種でして、水痘帯状疱疹ウイルスというものによって起こります。そして怖いことにね、その水疱瘡にかかったことのある人ならば、誰にも、ね、帯状疱疹になる可能性があるんです。水疱瘡と帯状疱疹の関係としましてはですね、初めてその水痘帯状疱疹ウイルスに感染した時はですね、水疱瘡として発症します。
しかしですね、水疱瘡が治った後もウイルスは体の中にのね、神経節っていうのがあるんですけど、そこにね、こうずーっと潜んでいて、これの状態で感染することを潜伏感染と言います。で、感染してしまう原因としましてはですね、加齢やストレスとかね、過労などのね、が引き金となってですね、ウイルスに対する免疫力が低下すると、ぐーっと潜んでいたウイルスがですね、こう再びバーって活動し始めて、神経を伝わって皮膚表面に到達した後に帯状疱疹としてね、発症するんです。僕の場合はですね、今思えばね、この潜んでたウイルスが再び活動を始めというタイミングで鈍痛を感じたんだと思います。普通の人ならね、そのピリピリやチクチクといった痛みっていうのはね、皮膚表面に感じることなんですけども、僕が皮膚表面に感じるそのピリピリやチクチクよりもね、もう正直なところね、こう並行して進行していたその鈍痛の方がすごい強かったので、こんなね、その表面に感じるそのピリピリやチクチクなんてね、もう後遺症としても残っててもね、あの鈍痛と比べたらなんとも思わんわって感じでした。体で感じる感覚じゃなくてね、その頭やね、その心で感じる感覚がこう麻痺してしまってますよね、僕ね。なんでね、本来ならばずっと気になってるんでしょうけども、僕からしたらね、そこまで何も感じないんだなとね、思います。言い換えればね、気にするほどのダメージではないとかね、というか慣れでしょうかね。なので、その鈍痛が引いてからというものですね、そのピリピリチクチク感覚が鈍くて気持ち悪いわという状態がね、続いているのにもかかわらず、割と早い段階でね、結構その状態を受け入れてしまって慣れてしまってたし、でその分ね、皮膚の状態もかさぶたも綺麗に消えていってて、もう表面もね、結構ツルツルにね、戻ってたのもあって、治療はね、わずかね、発症して5ヶ月ぐらいか、それでぐらいでね、終了しました。そんなね、5ヶ月という短い期間であってもですね、日常生活のね、注意点がね、いくつかあったんですけども、まずね、一番これが大事なんですけどもね、できるだけ安静にしているということでしたね。帯状疱疹というのはですね、疲労やストレスがね、原因となって、免疫力が低下した時にね、発症しますとされています。もうね、十分すぎるぐらいね、熱だしね、野菜中心の生活だったんで、しっかりと栄養を取ることをね、すごい意識してましたし、もうね、回復への近道ということでね、精神的、肉体的な安静というのを心がけることとしててですね、鈍痛が収まってから、再開するはずやったはずのね、運動もね、やめました。ほんで、患部をね、冷やさないようにしてですね、痛みがひどくならないようにしてました。僕がね、その帯状疱疹になったのは、春から夏を過ぎて秋口ぐらいまでやったので、冷えすぎてしまうことはね、そこまでなかったんですけども、特にこの今の時期のね、ようなその冬以降になってしまった人っていうのはね、この冷えすぎてしまうのでね、できるだけね、温めてね、血行を良くしましょう。でもただしですね、使い捨て回路とかね、オンシップとかあるじゃないですか、あんなんはね、やけどになったりかぶれたりすることがあるのでね、ちょっと注意して使ってください。あとね、その水ぶくれがある時っていうのはですね、もう破らないようにね、そーっとそーっと気をつけてました。水ぶくれが破れるとですね、細菌によってね、感染が起こりやすくなりますしね、もう可能を防ぐためにもね、患部はね、触らないようにしましょう。もう何よりもね、痛いのでね、水ぶくれの状態もね、痛いんですけどね、それがこう潰れたらもっと痛いんですわ。どんな傷口でもそうでしょう、潰れたら痛いじゃないですか。お風呂でね、体洗う時もね、もう泡でね、優しく撫でるようにね、この表面のね、清潔をね、意識することをね、すごいしてましたね。今息子はね、そんな状態なのでね、湯船にもね、使えないのでね、お風呂上がりがすごい寒そうなんですよ。だからね、すぐにね、パジャマを着せてね、温めてます。いや、ほんでもですね、今朝ね、起きたらね、特にね、痛がってる素振りもね、見せてないんですけどもね、服が擦れたら痛いだけでね、もう何もしなくて、もうほんま痛い時期っていうのは通り越したように見られます。その発症の仕方っていうのも、場所も経過っていうのもね、人それぞれですけどもね、帯状疱疹になった人の気持ちはね、すごいわかるんでね、今現在ね、帯状疱疹にかかっている人はですね、早く良くなるためにですね、安静にお大事にしてくださいね。そんな感じで、息子が帯状疱疹になったというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。